誤炎とは、食べ物や異物を気管内に飲み込んでしまうこと。異物を消化管内に飲み込んでしまうことを含めることもあるが、その場合は誤炎として区別することもある。誤炎性肺炎窒息死することがあり、適切な方法で速やかに除去する必要がある。喉周辺の筋肉や炎化中枢の機能が衰えた高齢者による事故が多く、後に誤炎性肺炎を招くこともある。 日本では今後高齢化が進むことから炎化しやすい機能性食品の開発が進められている。また、専門部における局所的な神経支配の障害、物理的な閉鎖障害により、閉鎖不全が起こり、誤炎が起こることがある。また、若年者や中高年者であっても認識外の高温および低温のお湯およびレースやあるいは眼層薬、先行液で眼層をするとき、または、 同様に高温および低温のお湯および冷水あるいは飲料を服用するときにも気管が自律神経系のフィードバックにより無意識下で収縮し一時的にズだと似た状態となり少量の水やそれら液体が気管に取り込まれ誤炎が引き起こされる場合がある特に意識低火事や水場では溺水や溺死も引き起こす要因となるのでよう注意である他にも 年齢層に限らず応答物を誤って吸引し、誤炎するケースもある。この場合も蒸気の食物誤炎同様、誤炎性肺炎を引き起こす原因になるので注意が必要である。誤炎の特別な例として、歯科治療の途中で器具材料を誤って取り落とし、気管内あるいは消化管内に飲み込ませた場合にもこの後を使う。特に高齢者で、 オート反射が低下した患者の治療の時に注意が必要である。誤炎を起こした材料として指摘時の陰霊、クラウン、ブリッジ、義手など、治療器具としてリーマー、ファイル類、バー類などがある。特にリーマー、ファイル類の誤炎の防止にはラバーダム防止法が必須である。ありがとうございます。